島丸は、山陽鉄道冒険の山陽汽船による下関・富山間の幹布航路開設のため、三菱合司会社三菱造船所で建造された二隻の、駅丸型海峡渡船の第二線で、第一線駅丸に遅れること2ヶ月の1905年11月1日、就航した。1923年3月10日、輪っか内と枯布島止まりを結ぶ、筑白航路開設のため、 札幌鉄道局へ転属したが、再標線化工事のため、就航は同年6月8日となり、筑白航路開設の同年5月1日から、本線就航までは、当時青函航路所属であった、姉妹船駅丸を代線として就航させた、1925年12月17日、輪っか内に向け航行、1901年5月27日の、山陽鉄道馬艦神戸間全通と、 日露戦争中、1905年1月の朝鮮半島での京府鉄道形状、普山間全通を受け、山陽鉄道は日露戦争後の日本の大陸進出を見込み、両鉄道の連絡運輸のため、下関から普山に至る122回りの幹府、連絡線航路開設を計画し、合計の山陽機線が同航路用の行き丸型1680、 総ン急海峡都線2隻を長崎の三菱合司会社三菱造船所で建造した。その第1戦域丸は日露戦争終結直後の1905年9月11日、寒府航路開設発便として就航し、同年11月1日には第2戦津島丸が就航して毎日運航となった。両航艦の運航は不残業。 下関業とも所要時間11時間30分の夜交便で東京形状館は60時間で結ばれた。駅丸型は日本初の大型海峡都線で全通の副館板とその下に正館板を有し、船首楼はなかった。船体全長の約半分の長さの館板室を副館板の船体中央部に設け、さらに船尾には小さな館板室が設けられていた。中央部の この看板室の前後の副看板にはわずかに後継したマストが一本ずつ立ち、看板室屋上両原には格限三席ずつの救命点が喧嘩され、ここを探偵看板と称し、その中央にはマスト同様わずかに後継した煙突が一本立っていた。副看板中央の看板室の煙突囲い壁より前方は一等区画で、二人用寝台室と天井に、 大きな最高ドームを備えた広い談話室が設けられ、談話室中央の吹き抜け階段を一層降りた正看板には一等食堂が配置されていた。看板室の煙突より、後ろは二等区画で、最後部は開放二段信台室となっていた。三等船室は一層下の正看板船尾側に配置され、二段雑居のいわゆる小棚式で、その中央部床面には、 直下の後部戦争の貨物ハッチが設けられ、その直上には副艦班後部の貨物ハッチが設けられ、後部マストのデリックで後部戦争の二役ができた。副艦班全部には全部戦争の貨物ハッチもあり、全部マストのデリックで二役ができた。操舵室は、心臓時には一等談話室屋上、最高ドーム前方の探偵艦班前端に設置されていたが、冒頭写真のように、 寒府連絡船時代の後年、一層上に移設されていた。ボイラーは、白洋スコッチ間二間、レシプロ機関二台二軸で、火事は一枚であった。山陽機船は1906年11月27日、親会社の山陽鉄道に九州合併され、その直後の12月1日、山陽鉄道が国有化されたため、寒府航路も国有となった。接続する、京府鉄道は、 それより、前の1906年7月1日、国有化され、東関府鉄道管理局京府線になっていた。国有化後の同航路の客下輸送量の増加は、著しく、行き丸型2隻では対応できず、1907年8月10日には、海下山丸を要戦し、1908年4月1日には、富山と中朝国境の町新宇宙を26時間で結ぶ、 直中急行、龍弘氏の運転開始を受け、確実の昼交便運行が開始され、4月27日には、薩摩丸を要請して、昼交便を毎日運行とした。1910年8月には、日韓併合があり、翌1911年11月1日には、中朝国境の王力公鉄橋が完成し、南満州鉄道安笹線に乗り入れ、当時申告であった。 中国の方展まで、内地側でも1912年6月15日から、新橋下関直通の展望車、連結一二等特別急行列車と、速達便貨物列車の運転が開始され、寒布航路の客観輸送量はさらに増加した。これに先立つ1911年1月には、青函航路で要戦中の帝国海事協会の義勇館で、高速を誇る梅が、 コ丸マルを転入させ、海イ山丸マルを青函航路へ転出させ、同年4月には梅が、コ丸マルの姉妹船の義勇艦桜丸も要請して、薩摩丸を一時開業し、1912年6月からは、この2隻の高速船による特別急行接続の9時間30分、運行昼行急行便が週3回運行された。昼行便運行にもかかわらず、 旅客は以前夜工便に集中し、一気丸型では輸送力不足となったため、夜工便用客化船として、旅客定員603名と大型化した、高来丸と白木岩を、神戸の川崎造船所で建造し、1913年1月31日と4月5日に、就航させた。この2隻の就航で、桜丸と再要船していた、 薩摩丸の二席の海洋はできたが、1912年6月から、要船中の日本赤十字社の病院船交際イマは、引き続き要船された。なお、梅が、高丸は1912年9月23日、文字港停泊中暴風雨で、浸水沈没していた。1913年10月1日には、関風連絡船、朝鮮鉄道、 南満州鉄道経由で日中連絡運輸が開始され、旅客は日々増加。1914年7月勃発の第一次世界大戦は、その後の大戦契機と世界的な潜伏不足による海運貨物の鉄道への転移を促し、鉄道連絡線航路であった寒布航路の貨物輸送量も急増した。このため、1916年以降は溶船不足と溶船量高騰の中、 ジョージさん、4隻の要船を運航し、主として貨物輸送に当てた。正解航路でも、この時期、同様に要船不足の中、苦しい運航が続けられていたが、1916年4月に、聖火航路へ転出していた交際丸が1917年10月3日から、事故休行し、その大船として10月11日から10月27日まで、 津島丸を急遽青函航路に除菌させていた。鉄道院リ理局で石炭輸送をしていた滝丸を1919 19年4月、貨物船転用の上寒布航路へ転属させてからは、これら予防権益停戦による貨物輸送激減対策として、同年9月から山光丸を3ヶ月間要請した以外は、戦後強行の影響による貨物輸送量減少もあり、 要戦は1918年4月から要戦中の日本赤十字社の病院船白愛丸一席のみとなった。第一次世界大戦中の潜伏不足による要戦難と要戦量高騰に悩まされた鉄道院、鉄道省は要戦頼み脱却を目指し、いずれも3619相当の軽複丸型三席を三菱造船神戸造船所で建造し、 1922年から1923年にかけて就航させた。これら3隻は最大速力20ノット前後と高速で下関不残間を昼航8時間、夜航9時間で航行でき、旅客専用船とすることで貨物に役を省略して停泊時間を短縮し、艦付艦を1日1往復できたため、これら3隻で年間を通じて昼夜1往復ずつ、 経営に往復の運行が可能となった。このため、高来丸、白木丸の二隻は、多客寺以外は、定期貨物便運用となった。これにより、1922年3月29日には、関府航路唯一の溶線白海丸が開業され、同年10月18日には、駅丸が、未だ溶泉頼みの青函航路へ転属。津島丸も1923年3月と受か付けで、 新設予定の葉泊航路就航のため、札幌鉄道局へ転属した。1922年11月1日、当時の宗谷線が浜頓別経由で、稚内2月1日南ん稚内と解消まで達した。宗谷海峡を隔てた対岸のカラフ太町鉄道は、カラフ太東線がすでに大まりから、カラフ太町所在地の豊原を経て、オホーツク海側の境浜海岸まで達していた。 輪っか内と大泊を結ぶ、筑泊航路は167キロと、従来からの大樽発着航路の420キロに、比べ格段に短く、東京、豊原駅間が、小樽大泊航路経由では、夏季最短でも約60時間を要したのに対し、筑泊連絡線経由では、ほぼ確実に57時間となるものであった。このため、1921年頃より、 カラフト住民の声に押されたカラフト町長官の度重なる陳情もあり、鉄道省は1923年に1月8日、秩白航路開設を決定し、同年2月5日、その運航開始、津島丸は秩白航路で使用するため、1923年3月10日、付で関府航路所管の文字鉄道局から札幌鉄道局へ転属し、4月19日、 ち泊航路用と指定された。鉄道省は、ち泊連絡船の通年運行を目標としたため、津島丸には流氷結氷海域となる当期の宗谷海峡でも運航可能なよう、就航前に浦賀選挙で再氷船化工事を施行したが、この工事のため、5月1日のち泊航路開設から1ヶ月余り、当時青函航路所属であった、駅きを代船として、 除菌就効させた。この工事では、従来からの選手を切り取り、新たに選手炉付き、長さ45フィートの剣道な選手を取り付けるもので、選手推薦以下の傾斜角は水平に対し26度の砕氷型選手となった。また、全身時に氷が火事に当たらないよう、火事前方の線尾船底中心線上に、高性のベントラル品を取り付け、高進時の火事保護のため、 妥当剤を線尾水面下まで、構成保護剤で被覆した。さらに、水線付近の外反を全周にわたり二重張りとして、対効率性を向上させた。防寒対策としては、外幻覚室の内割り内に、断熱剤を詰め、暖房設備も強化したほか、副甲板、線尾甲板室側面の露天甲板を、原則まで丸窓付きの後半で覆い、中央の甲板室側面開放の u f o も、 原則を各窓と丸窓のついた後半で被覆した。操打室は、時期不詳ながら、官府連絡船時代に、すでに探偵看板から一層上の看板に移設されてはいたが、依然開放的な作りであったため、前集を本格的に板張りと、ガラス窓で囲って、防寒対策とした。この工事では、さらに全部貨物創直上の正看板に、小棚式ではない三頭雑居室が設けられたが、 戦備性看板の3等戦室は以前、小棚式の二段雑居室のままで、3等定員は計357名となり、1、2等定員に変化はなくそう定員は439名となったが、翌1924年には490名に増加している。これらの工事で、心臓事業目に比べ、全長は270フィート6インチから283フィートと、 約4メートル伸び、喫水も12フィート6インチから14フィートに、総トン数も1679トンから1839.43トンへ、増加した。再氷船加工事完了した。津島丸は1923年6月6日、輪っか内へ開港され、6月8日から就航し、大仙域丸は6月9日函館に戻った。流氷のない季節は、 島丸一席で順調に確実運行したが、1923年10月18日から11月9日までの函館選挙での検査工事に際しては、意丸の除菌で確実運行を確保した。当初の計画では、11月から3月までは、冬季運行都市、稚内発が1日と6日で9時発18時儀、大止まり発が3日と8日で10時発19時儀の、 上下便とも昼航九時間、月録往復運航の予定であった。これに対し、地ク航路開設による往来客の盛況が減便により急減し、これによる現地経済の減速を懸念したカラフト側から下季運航期間延長の陳情があり、初年度の1923年秋から下季運航は1ヶ月延長され11月末までとなり、さらに冬季運行の昼行便は、 12月は1ヶ月に7.5往復、1月から3月までは当初予定の 1, 1ヶ月6往復となった。この1923年度の旅客輸送実績は69,619名に達し、同年度の運行回数が254往復のため、平均片道274名となり、定員439名の津島丸一席では、すでに余裕のない状況であった。 青函航路では1924年5月21日、待望の車載客船、昇法丸が就航し、旅客輸送力が増強されたため、駅丸が同年7月1日から7月25日まで、神戸製功所張馬造船工場で津島丸同様の再氷船化工事を受け、7月25日付で、潔白航路に転属し、7月28日就航した。 津島丸シルコマナイ座礁事故。編集津島丸は、駅丸のパク航路への本格就航を目前に、控えた1924年7月18日5時30分、前日22時大止まり発の二便として、稚内入港直前、濃霧のため進路を、誤りや寒岬近くのシルコマナイ沖455メートルで座礁した。非常機的により、異常を知った。 稚内三橋から稚内執行事務所の稚内丸と朝日丸が現場に急行し、7時30分までに旅客312名の異常と貨物陸上げを完了させたが、離床までには10日を要し、ようやく7月29日、函館選挙へ開港。船底外反剥奪と左限推進機翼4枚の破損を修理し、8月12日、稚内へ戻った。 二席による毎日運行は、津島丸最終校の1924年8月13日から開始された。これにより、4月から11月までの下季運行は、毎晩輪っか内を22時30分、大泊りを22時に出港し、大泊りに6時30分、輪っか内に6時に入港するダイヤで、時刻変更は1924年6月1日の列車時刻改正から行われていた。 当期運行は12月のみ昼交便が1ヶ月15往復、1月から3月までは昼交便が1ヶ月12往復であった。この間の1925年5月1日から6月24日まで、両線が検査工事のため、函館選挙へ順次入場したため、5月1日から6月25日まで、前年10月まで青函航路で長く要線として運行されていた。 伏木丸を要請して、毎日運行を確保したが、筑泊航路における要請は、この一回だけであった。津島丸座礁前村事故、編集1925年12月17日、西高東亭の気圧配置で晴天の大泊りを9時50分、2便として、出航した津島丸は、樺太最南端の西の鳥岬沖降下約1時間後の15時20分頃から、 激しい吹雪で視界が効かなくなった。このため15時45分より、繊維測定のため、その都度停戦しつつ、ケルビン式促進儀を海底まで下して、促進を行い、16時15分には、水深64メートルで宗や三崎北西9.25海里と推定した。その後16時45分にも、同様に促進し、その都度進度を左に転じつつ、 輪っか内港へ向かった。17時6分、07分頃の促進では、水深53メートルで、輪っか内港外野間三崎っか内東大北東4階地点と、推定、17時11分、12分頃には、水深31メートルとなり、両限秒差を14から16メートル垂れ下げたまま、前進し17時15分頃両限怒りが海底に接触し、 直ちに両言闘病したが、すでに船底は暗礁に乗り上げていた。旧稚内東大北西0.7回り地点で、推定地点より約3回り正方であった。座礁後直ちに無線電信と非常機敵を発し、稚内無線通信所経由、事故発生を確知した、稚内桟橋から最表型症状気船リシリ丸、症状気船牛若丸と橋家が急行したが、 吹雪と強風と高波に阻まれ、利尻丸は、津島丸に接近できず、牛若丸に惹かれた橋気だけが過労じて、津島丸に雪原でき、激狼を洗う甲板から、松明の明かりを頼りに旅客を移常させた。座礁五0尾シャフトトンネルより浸水あり、排水作業に努めたが、浸水量は増加し、20時50分には、ボイラー室浸水により、焚き火困難となり、発電機が停止、 船内電灯が消えてしまった。この間、19時に20名、21時に86名の旅客を橋けに異常させ、残る82名の異常は船内停電消等後となったが、21時55分、旅客188名全員の救助ができた。この頃には浸水は船尾副官官に達し、無線電信も普通となり、22時10分、 船員67名も全員対戦したが、郵便物とて、小荷物の陸揚げは一部に止まった。なお本件は、鉄道院、鉄道省において、無線電信が人命救助に貢献した最初の例であった。津島丸の引き上げ作業は、事故翌日の12月18日に開始されたが、天候不良と悪調流のため現状調査のみで中止され、その後も引き続く。 悪天候のため作業に着手できず、やがて船体中央部で前後に両段大破し、ほとんど水面下に没してしまった。このため、青函航路を1924年12月引退し、函館港で1年以上継戦されていた田村丸を入居整備の上、1926年4月16日から11月8日までと、 翌1927年4月7日から10月21日までの2シーズンにわたる、下季運行に就航させた後、田村丸は再び箱田、津島丸の船体放棄と、兄は丸建造、編集、津島丸座礁事故から5ヶ月後の1926年4月下旬、鉄道省は津島丸引き上げを断念し、大船建造を決定した。旅客定員754名、 総トン数3297.87トン、最下重量470トンの本格的な大型砕氷船アニはまるで、神戸成功所ハリマ造船工場で建造され、1927年12月8日、就航した。また、津島丸座礁事故を教訓に、両船域丸には、事故翌年の1926年、日本初となる音響速進議や速ほど儀。 無線方位測定器が装備させ、繊維測定能力の向上が図られた。津島丸は1926年5月18日、雑種財産に編入され、競売に付されたが買い手がつかず、1973年の買図には、自己地点に対象14年沈船と表記されていた。ありがとうございます。